ございます。今回の車中泊はですね、これ寝袋があったんで、外はだいぶ寒かったんですけど、寝てる間は全然寒くなかったですね。でちょっと夜やると暗かったんでやれなかったんですけど、カーテン外して、でネジ穴で、これ100均のレジ袋ストッカー下の方に穴開いてます。カーテン入れとく袋にしようかなと思います。同じやつ買ったつもりだったけど、こっちカーテン穴なかった、こっちはあった。はい、寝袋はねこんな感じで広げて少しだけ干しときます。突っ張り棒あるからそのまんま干しときます。今回はこの家のオーナーさんの駐車場借りてます。まあちょっと撮影してもいいみたいなんで、まあこんな感じで畑もあって、そんで庭もある感じですね。で、朝ごはんガスバーナーとか使おうと思ったんですけど、なんか貸してくれるみたいなんで、ちょっとそこで作ってみようと思います。1本だけ使います。そんであとはこのベーコンを炒めるだけ。ご飯はこれですね、アルファ米。これは取っとく。でこの線のところまで入れます。水でもできるけど熱湯だと15分でできるんで、あとはチャックをして15分後、薪ストーブあるんでここの上で料理したいと思います。とりあえず片手だけ手袋、調味料とかは、まあ、100均のこういう箱にまとめてて、あとまあ入れ物結構でかいんで、まあ、100均で言ってるこういうちっちゃい入れ物に移し替えてます。じゃあ火力弱まったんで、じゃあベーコン投入。
いしょ。味噌汁。お米もできてますね。はい、お米はこのまんま食べます。ベーコンとエリンギのただの炒め物と味噌汁。ではいただきます。このアルファ米、普通のお米とあんまり味の違いがわかんないんですけど、美味しいですね。味噌汁。まあベーコンとエリンギなんで普通に美味しいですね。今回は能登の田舎バックパッカーハウスというところに来ました。はい、ということで、もうちょっといろんな地域とか、まあ回れたら回るし、福井県で、まあ、泊まれる場所あったらまたいろんなところ、ちょっとまだキャンプ自体してないんで、デイキャンプしか。まあ、そういったこともやっていきたいなと思います。はい、では以上、エブリィで能登半島にやってきたでした。そんじゃ、また。